40歳以上の婚活者専門、ふさおなコード、木村直樹です。今回は20年前、婚活8年間の私にアドバイス。お見合い後の初デート、高級レストランのデートをするな、について話をします。30代の婚活で私はお見合い後、交際が始まって初めてのデートは、銀座や丸の内のおしゃれなレストランでランチをしていました。私と交際すると、おしゃれな場所に一緒に行けると見せたかったのかもしれません。しかし、すべて初めて行くレストランでした。あまり親しくない相手と食事をすること、初デートにしてはちょっと値段がすることに、相手は抵抗を感じていたと思います。初デートは相手にいいところを見せようとせずに、ちょっとおしゃれなコーヒーショップ、喫茶店で良いと思います。二人の住まいから中間地点、または女性の住まいに近いところで会いましょう。ファミレスやドトールではちょっとどうかなと思いますが、初めてのデートは1時間半程度話をするデートで良いと思います。この時に次回一緒に行くデート場所を話し合ってください。どこに行きたいですかと聞いてはいけません。私はここに行きたいと思っています。どうですかと提案をしてください。婚活しましょう。そして新しい人生を歩み始めましょう。